山口が見たいと希望した一枚目、柏木の二。病に伏せる男が見舞いに訪れた友人に遺言を託す場面。山口は平安時代の絵師の細密な描写力に驚嘆した。うわ、顔がこんな卵に目鼻なわけじゃないですか。なんですけど、なんていうの、ものすごい求心力があって、本当にあの目もその何筆も重ねたような、こうあのほんの少しこうまつげの陰りの中から黒目が覗いているようなじわっとしたのがスーッとこう目尻に向かってこう切れていて、本当に表情が豊かなんですね。で、眉の入りとあの吐ける方でまたあの違いますし、下と上で違うんですね、ちゃんとこう顔への馴染み方が。だから本当につるんとした能面のようにも見えるんですけども、見ていくとすごいこう表情がガッと出てきそうになりつつ、なんて言うんでしょうね、ギリギリのところでそのそういう人間の悪の強さが出すぎるのに、なってないというんですかね。で、今おっしゃった 目はですね、はい、一線のように見えますけど、やっぱり細い線をやはりかなり引き重ねて、はい、で瞳は少しここに住んでるって、で微妙なニュアンスを使ってますね。はい、これひげがセクシーですね。そうなんですよ、ひげもそうですけど、ここも瓶もそうですけど、あの瓶のところが40本ぐらいここを引いてあるわけですね。もう本当に細かいところもないがしろにしないという。これとも単なる女官ですかね、手前の3人。あ、そうですよ。なんですけどちゃんとキャラクター分けがしてて、でちょっとそれによって多分反応する人もいたと思うんですね。あ、ちょっとこの子のはすっぱな感じ、ええやないのみたいな。でこの3人のあのもう顔の位置が本当にあの、点を3つ打つ時のお手本のような位置に置いてあって、単調にならない、でもこう破綻がないっていうので、あのまあ等間隔に打つとその動きのない三角になるわけですけど、変に一つだけ離してもこうちょっと破れすぎるっていう時に、それぞれが微妙に違うんだけども、一番こう釣り合う位置っていうのは、なんかよく心の形とか言うんですけど、まあそういうのがあって、ちゃんと構図が整った絵っていうのは、もうなんかそういう気が流れてるんですね、絵の中で。描いてる人ですか、わからないんですけどね、これはでもあのなんて言ったらいいんでしょうね、あんまり美術が好きじゃないけども腕がある人間がこうガシガシ動かれて描くっていうんですかね、でこうその注文主や親方とこうゴリゴリやりながらやってるんじゃないかみたいな、割と殺伐とした現場が浮かぶんですけど、やっぱりものすごい厳しさがあるんで、あの張り詰めてたと思うんですね。本当に刀の刃の上みたいな、こういう緊張感、もう何人いたかとかももう全然分かってないですね。分かんないですね。やっぱりじゃあそれも本当に残んないような立場の人たちだったっていうことね。そう、いや、ひょっとしたら、まあ、そういう宮廷の名のある人が書いたかもしれませんけど、いや分かんないですよ、分かんないですけれども、どうでしょうかね、やっぱこれだけ書き込める人ってそんなにたくさんはいないと思うんですね。山口が見たいと希望した2点目、宿り木の3。夫婦の心のすれ違いが描かれている。琵琶を奏でる夫は、妻が身重であるとも知らずに他の女にのめり込んでいる悪い男。風になびく秋草は
揺れ動く二人の心理描写。浮気な夫を恨めしく思う妻もまた、その留守中に別の男を御簾の中に引き入れていった。ほのめく風が吹いている、その風、秋の風がほのめかしてくれる、何をほのめかしてくれるかと、季節の移り変わりだけども、もう一つは二人の間には飽きる風という、はい、そうですね、視線も交わってない、そうなんです、悲しいんですけど澄み渡った悲しさ、そうですね、すごいですね、もう琵琶が突き刺さるように描かれてますね。夫婦の隙間に冷たい秋風が差し込んでいる。なんかすごいこう決めてきた感じが、そうですね、ここ、こうなんかもう水がちょっとこうしなってるんで、柔らかいんですね、建物だけだとカチカチってなっちゃうのが、うまいことその硬さを逃してありつつ目も導いて、やっぱりなんかいろんな踊りでも何でもこう、カッとこう、決まる瞬間がありますよね。それで、もうそういうふうにこう書く人間がもうここしかないっていうところにこう決め打ちして、っていう、ああごめんなさい、パンっていう、いやあと1センチも左に動かせないだろうみたいな、そういう絵の中のもの同士がこう全部響き合ってるっていうんですかね。人間の手を経てできたような気がしない感じっていうんですかね、なんていうんですかね、どっかの山奥行って何かの鉱脈があって鉱石掘り出してこうパーンとやってパリンと割れたらあれが出てきたようなですね、そういう、なんかそうですね、人ならぬものの手でできたような、まあ人がやってるんですけども、なんかそういうもう技が見えなくなる自然さみたいなのがありましたね。